経費的椎体形成術とは、圧迫骨折の治療法の一つで、圧迫骨折により潰れた椎骨をセメントで征服する治療である。除痛効果が高いとされる。骨セメント療法などとも呼ばれる。日本においてはバルーンを用いて椎骨が潰れている状態や脊柱が背中側に突に変形している状態を戻してから、セメント注入を行う。 バルーン追体形成術が2011年1月より健康保険の適用となっている。BKP に関しては、急性期は適用とならず、追体の圧迫骨折から8週間経過してもなお、痛みと変形が残っている場合が適用となる。骨粗傷症や転移性骨腫瘍などを原因とした、高齢者に多い圧迫骨折は従来は、コルセットなどの保存的療法が主であった。 保存的療法では、数ヶ月数年強い痛みが残る場合もあった。経費的追体形成術はセメントを注入することにより、椎骨を成形する治療法である。1984年にフランスで始まり、1990年代にはアメリカで普及が始まり、日本では1997年に導入された。アメリカでは2003年に7万人。 2004年には10万人の患者がこの治療を受けている。特に除痛効果が高いとされ、著名な痛みの軽減は1ヶ月以内に患者の80%から90%以上に見られる。最も除痛効果が出現しやすいのは発症後3ヶ月以内の急性期のものと言われているが、近年発症後6ヶ月以上経過した慢性症例にも、 緩和効果が認められるとの報告がなされ適用は拡大傾向にある。治療時間は1椎骨あたり30分程度。全身麻酔をかけ、X 線闘士下で針を刺して椎体までの経路に箇所作り、バルーンのついた器具を挿入。そしてバルーンを膨らませ、潰れた椎体をできるだけ元の状態に戻して、バルーンを抜き取る。 すると椎体に空洞ができるので、そこに骨セメントを圧をかけずに置くように充填して手術終了となる。椎体に入れた骨セメントは20分ほどで固まり、背中の傷口は5ミリほどの刺し傷が2箇所だけなので、術後、麻酔から冷める2から3時間後にはコルセットをつけての離床が可能となる。入院日数は平均1週間程度。注入されたセメントの漏えいによる、 排足線、ショック死などの報告がある。発生率自体は稀である。骨セメントとしては主にアクリル樹脂などが用いられる。プマはそのままでは、X 線の透過性が高いため、視認性を高める目的でバリウムを添加する場合も、ある。ABCD 制路化国際病院放射線化、AB ンサポートセンターハット AB 福島県立以下。 大学医学部整形外科講座 ABCDEFG 辛い腰痛の最新対策10講座圧迫骨折で保険適用になったバルーン追体形成術とは ザックザック、2018年11月10日、https コロンスラッシュスラッシュ www.zakzak.co.jp スラッシュ lif スラッシュニュー s スラッシュ18111スラッシュ lif18111006-n1.html オンドレフ イコールノットパーセント20セットメインニュースリスリフ2018年11月11日、閲覧。ABC クルメ大学医学部、放射線医学教室 ABC 生マリアン内科、大学放射線医学 AB 福岡医学雑誌2007年9月、P337 から345、経費的追体形成術、脊椎圧迫骨折の早期疼痛緩和を目指して、ありがとうございます。